皆さんこんにちは、みずきあの青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日はみんな変わった点がわかるかな。前髪も切りましたけど、イメチェンしました。じゃじゃーん。はい、という感じで髪の毛もこんな感じになりました。はい、実際に、まあ、イメチェンというか、美容師さんにお任せしたらこんな髪の毛になりました。はい、髪の毛は暗い目に、まあ、しようとは思ってたから、まあ暗い目がいいかなみたいな感じで話してて、でちょっと前髪は切ってもらったんやけど、なんかちょっと左右バラバラな今感じになっちゃってるんやけど、なんかさっき結構まだマシやったのに、前髪は一切アイロンとか今してないんで、なんかちょっとこんな感じやねんけど、なんか前髪少ないよな、ちょっとシースルーにもシースルー以上な感じで、で長さがここぐらいになりました。だいぶ切ったで。でなんでここなんて思うかもしれんけど、なんかその美容師さんが、あ、多分もうちょっと短い、なんか切っても切らんでもいいみたいな感じで言われて、まあ逃したかった気持ちもあるし、でもみたいな、切りたい気持ちもあるみたいな感じのこと言ったら、感じのこと言ってんだ、あーみたいな、どうしよっかって言われて、いやもうお任せしますって言って、ちょっとその段階まであってんけど、そう、そこまであってんけど、まあそこはあとお任せしますって言ったら、この長さもここやと、このちょっと短いと、首でこうやって寝たりしたり歩いてるだけで、ここのヒュッてすぐ外跳ねになって、内巻きになっても外跳ねになったりとか、巻いてんのに違うここで肩がついたりするけど、これぐらいの長さやと案外その癖がつきにくいから、じゃあここにするねっていうことで、こんな髪の毛になりました。もう自分の髪の毛が気になりすぎて、こっちの自分ばっか見てしまう。で、まあこんな感じでねんけど、こうやって前髪も少ないんで、全然横分けにもできるから、こんな風な感じです。色もだいぶ暗くなりました。で、ほんのり足も入れてもらってます。どうかな。で、なんか外ハネ、今時の外ハネができるように、なんかバッサリ目にこうガツって感じで、カットしていただきました。はい、というイメチェン動画でした。黒髪やから、結構なんかいろんな方のなんか風メイクやったりとか、まあ、学生とかやったらこれぐらいの髪の毛の方とかも多いと思うし、まあ、夏やし余計なので、これぐらいのヘアアレンジとかもまたやっていこうと思います。もう髪の毛が気になってしゃあない。でもちょっとやっぱ自分の中ではまだ多いかなって思うぐらい髪の毛の量が多い気がする。だからちょっと後ろに置いてるね。こんな感じ、どう、みんな良き？前髪がもうちょっと伸びて、んでこうゆるくふわっとこう目の上ぐらいになるとまたいいかなと思うんで、もうちょっと前髪を伸ばす訓練をしたいと思います。はい、ということで、みずきあを黒髪風になりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。